んこんにちは。伊豆大島個人化ライド2020オンラインイベント個人化ライドオンライン、いよいよ始まりました。待ってました。今年で4年目を迎える伊豆大島個人化ライドをより安全にたくさんの皆様に楽しんでいただくライドイベントの新しい形としてオンラインで今回は開催させていただきます。私本日この番組の MC を担当させていただきます、フリーアナウンサーそしてサイクルフォトグラファーの飯美和こと飯島美和です。どうぞよろしくお願いいたします。飯美和さん、飯美和さあ、そして一緒に番組を盛り上げていただきますゲストの皆さんご紹介しましょう。まずお一人目、ツアーオブジャパン大会ディレクター J スポーツのサイクルロードレース解説者としてもおなじみです、栗村治さんです。よろしくお願いします。はい、なぜか体がほてっております。伊豆大島大好きおじさん栗村です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてお二人目は NHKBS チャリダー出演中酒場家俳優の井野学さんです。よろしくお願いします。酒場家でございます。よろしくお願いいたします。学さんはい、お二人とも先ほどまで行われていました個人化ドネーション E ライドからの連投となりますけれども、引き続きよろしくお願いします。はい、ますなぜか体がほてっている原因はこれですね。これですね。これですね。楽しかった。なんかもうね、実際に伊豆大島の美しい大自然が走ってる気分になって。はい、本当にそうですね。まあ、基本的には早く走らないね、バーチャルライドイベントだったんですけど、はい、井野さんがアタックするんですよ。いや知ってたじゃないですか。大人げないな。皆さん出力ばっかり見てましたけど、ちゃんと景色楽しみました。楽しました。基本ね、景色が楽しい、気持ちよすぎて踏んじゃうってサイクリストあるある、あるあるです ね。どうしても力が入っちゃいますね。紅葉しちゃう、ね、そうそうそう。今もね、この番組の中で皆さんにこの美しい伊豆大島の景色の VTR ね、ご覧いただいております。筆島ですね。筆島ね、はい、栗村さん筆島ポーズ、筆島ポーズね、なんか流行ってるみたいですよ。流行ってるんですよ、はい、でこれ結構ね、はい、難しいポーズなんで、今やった方がいいですか。じゃあ皆さんにその筆島ポーズ、ね、ちょうど筆島が映ってます。はい、筆島ポーズ、はい、ちょっとね、上が必要なんですよ、高さがね。カメラさん、はい、いけますか。ちょっと引いていただいてもいいですか、ね、かなりね、難しいポーズなんで、はい、じゃあいきます。いいですか。どうぞお願いします。いきます、筆島ポーズ。上げてしまいましたね。これはね、ちょっとね、はい、なかなか普通の人はできないポーズですので、ちょっと難しいですね。まあ、実際現地でね、はい、見ていただかないと。もらってってことですね、笛を筆島から。指の先が難しいですよ、ちょっとね。そっちか。はい、というようなね、第1部でもかなり盛り上がりましたけれども、テンション上がっちゃってですよ。ね、ここから見た方はちょっとね、ちょっとね、追いついてない、テンションが追いついてない方もいらっしゃると思いますけれども、皆さん追いついてください。素晴らしいんですよ、伊豆大島ね。そういうことですね。行きましょう。今こういった景色をご覧いただきながら、はい、これからのお時間、皆さんと共にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そして本日は、先日ですね、東京オリンピックロードレースの代表内定も発表されましたバーレンマクラレンの荒城幸也選手のトークコーナーを行います。こちらですね、お楽しみにしていただきたいと思うんですが、そして伊豆大島の魅力をたっぷりとお伝えいたします、自転車パラダイス伊豆大島徹底ガイドを中心に1時間半番組をお届けしてまいります。また番組では個人化ライドオンライン配信記念といたしまして、伊豆大島個人化ライドのツイッターのフォローハッシュタグ付きツイートキャンペーンを実施中です。皆さんこちらのツイートをご覧いただきましたでしょうか。こちらですね、応募方法といたしましてとても簡単です。まずはツイッターのアカウント、伊豆大島個人化ライドアットマーク個人化ライドのアカウントをフォローしていただきます。そして本日この後24時までにハッシュタグ個人化ライドと希望される賞、例えばですね、 A 賞をご希望の場合はハッシュタグ A 賞をつけていただいて、荒城選手、栗村さん、伊野さんへの質問や番組のご感想などツイートしていただければ OK です。商品につきましては画面にある QR コードを読み込むか、番組詳細に記入されています URL を読み込み、公式ホームページをご覧ください。締め切りは本日24時までです。まだまだ皆さん間に合います。ぜひぜひハッシュタグつけてご応募ください。さあ、はい、
栗村さん、伊野さん、はい、この個人化ライドは2017年、そして2018年の2年続けて、参加ということで、伊野さんは1年18年の方、はい、栗村さんは2年続けての、ご参加ということなんですけれども、はい、個人化ライドの大会の魅力って何ですか？まあね、たくさんあるんですよね。で、僕はまず第一にちょうどね、さっきポージングした筆島、はい、あの辺りがなんかこう本当になんかハワイのような、なんかちょっと日本とは違った本当にこう壮大な、ね、景色なんですよね、はい、にもかかわらずですよ、はい、飛行機で行くと、はい、もう一瞬で着くんですよ。だからなんかねどこでもドア感、うん、この短時間でハワイ来ちゃったのみたいな、うん、だからこれは僕の中ですごいこうなんか大きい価値を持ってますね。なるほどね。栗村さんお忙しいからなかなか、ね、海外まで行くのは気にし取れなくても。そうなんですよ、はい、で僕ちょうど飛行場が家から近いんで、なおさら、はい、家出てあれまだ全然時間経ってないのにもうハワイみたいな、これはね非常に僕の中で、でもちょっともうプライベートでもね、はい、サクッと行きたいぐらいですよ。そうですね、サクッと行けてしまいますから ね、うん、ね実は行ってたりして目撃情報をお寄せくださいみたいになってしまった。井野さん18年に、はい、僕は栗村さんと違って忙しくないんでたっぷり6時間かけてフェリーで行きましたけど、フェリーも、はい、海がだんだん綺麗になってくるんですよ。東京湾から離れていって、はいはい、海がどんどん澄んでいくんですよね。その、やっぱり雄大な自然が待ってて、はい、いやあと最初の夜に食べた草屋のピザっていうのをいただいたんですけど、美味しかったですね。草屋食べたのも初めてだったんですけど、はい、あれは初体験でしたね。大丈夫でしょ、合いました、合いました、合いました。そうなんだ、食べても美味しかったのを覚えてますね。そうなんです、そういったグルメもね堪能するのも楽しいんですが、はい、この後ね後半でその伊豆大島の魅力はたっぷりとお届けすることにいたしまして、楽しみだ。そんな伊豆大島の観光スポットやグルメそして魅力をたっぷりとサイクリスト目線でご紹介する自転車パラダイス伊豆大島徹底ガイドという番組ですね、こちらお届けしてまいります。その前にこの後は荒城選手をお迎えしてのトークコーナーを行います。それに先立ちですね、大島から視聴者の皆様へ素敵なおもてなしが届いています。大島フラダンスチームフラカモアナ大島 with ケヤキによるダンスショーをご覧いただきたいと思います。大島町にはですね、大島町はハワイと姉妹都市提携を結んでいまして、なんと、はい、今年で58年目を迎えるそうなんですね。だから先ほどね栗村さんもハワイに来たみたいっておっしゃってましたけれども、じゃあもう実際ハワイなんですね。実際ハワイではないです。実際ハワイっぽい。ハワイなんですね。逆に言うとハワイは伊豆大島なんですよ、ね、ややそうかもしれない。はい、でも本当に似てるんですよ。またそうなんですね。そうですね、はい、ということでハワイ島との交流の中でフラダンス文化が根付いたそのフラダンスご覧いただきましょう。それではどうぞ、はい、お待たせ、あなたを嫌うフレア、ケアにやあ、明るさを嫌うフェア、
水ケーキの皆さんありがとうございました。吸い込まれた。素敵でしたね。もう引き込まれた、はい、さあいよいよこの後は荒城幸也選手の登場です。伸びてます。すごい一旦気持ちいいぐらいのレベルだったのですごい受けてよかったです。結構気持ちいい。週3回ぐらいは本当は行きたいところですね。すごい軽くなった感じがします。気持ちよかったです。伸ばすだけでこんな数センチも変わるんだなんてなんかすごい驚きました。これ通い続けたら絶対体がガチガチの人も伸びるんで通うべきです。やっぱり自分はモデルっていうお仕事に命をかけてやってるので自分ができることは全部やるのが当たり前なんじゃないかなって思ってます。体が求める酸っぱさ、キレートレモンダブルレモン。それではお待たせいたしました。トークコーナーゲストをお呼びいたしましょう。先日東京オリンピックロードレース内定が発表されましたバーレンマクラーレンの荒城幸也選手です。どうぞお越しください。おお本物本物です。よいしょ。はい、もうね贅沢ですね。はい、2人がまたテンション上がってますけれどもはい、荒城選手から一言お願いします。自己紹介を。そうですね、もう自己紹介いらないですかね。まあそうですね、はい、皆さんあのお手柔らかにどうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、よろしくお願いいたします。早速、お話を伺ってまいりたいんですけれども、その前にもうあの荒城選手と栗村さんと井野さんの関係はね、関係ね、はい、なんか久しぶりですか、会うのは。僕は結構共演されてますね。1年ぶりに。あ、でもそうですか。意外とでも春以来ですかね。春以来。違う。え？違う。なんかいつもお会いしてるイメージがありますよね。あの今年なんかあのいわゆるテレビ電話みたいなのでね、お会いしてますけど、実際お会いするのは、はいはい、僕ほらもう解説者として荒城選手の走りを伝える立場ですし、すね、あとですねもう。あの僕の理想の理想像なんですよ。あ、それはどういう。あのね、はい、ちょっとこれ話すと3時間ぐらいしかない。30分。あの僕が昔フランスのナントってところに住んでたんですね。高校辞めてフランスに行って、でそこで僕はあのプロ選手になってこのフランスに住んでここで暮らすんだっていうことを本当に実現してる人なんです。ツードフランスに出て、しかも今ナントの近くに実はお住まいです。そうなんですか。僕の思い描いていたものを実現したもの、理想の人です。よろしいでしょうか。関係者です。何の許可でしょうか。栗村さんのお家にもね、フランスのお家にももう行きましたよ、ね、いや、またね、ご飯が美味しいんですよ。あ、そうですね、ありがとうございます。あの店長ありがとうございました。あの時はもうたくさんいただきまして、はいはい、栗村さんの質問だけで、栗村さんのね、あの質問だけで終わってしまいそうなんですけれども、このコーナーではですね、視聴者の皆さんからの質問にもお答えしていきたいと思います、はい、こちらですね、荒城選手に直接質問してみたいという方は、画面上の QR コードをこの後出ますかね、画面上の QR コードまたは、概要欄に載っています URL または個人化ライドの公式ホームページへアクセスお願いいたします。荒城選手へ質問できるチャンスですはい、それでは早速トークの方を進めていきたいと思います。改めまして荒城選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして、今シーズンはね、ちょっと世界的にも類を見ない変則的なシーズンでしたけれども、シーズン終了しましてお疲れ様でした。2020年シーズン終了ということですね。お疲れ様でした。はい、栗村さん、はい、荒城選手オフに入られて結構太られたということで、この今着てるこのジャージは普段レースで着てる本物のジャージですよね。もちろんもちろんそうですね、はい、これがね、かなりきついとおっしゃっていましたけれどもいやでもね、あの画面越しで見るとそう見えるかもしれませんけど、はい、やっぱね、近くで見ると全然コンパクトだし顔小さいし何キロ増えたんですか。もう5、6キロ増えてますね。
ちょっとウエアがパンパン。いやそうなんですよ、全然でも絞れてるんで、腕とかがもうね、こういうところ見ると肉ついてるし、だから逆に言うといかにシーズン中絞れてるかってことですよね。そうですよね、これやっぱり1回増やすもんなんですか、オフ中は。そうですね、増やすというよりかは、まあ、基本的に頭をもうリラックスして、ーだシーズン中やっぱりもう何を食べてっていうかいろいろ考えなきゃいけないじゃないですか、はい、でオフはもう本当にそういうことを考えずにもうそういう普通の生活をして、でただただ同じ量を食べるんで、運動しない分、食欲は一緒なんですよ。運動してもしなくても。なんかこれだけは食べるってあれば、なんかオフだ絶対これはラーメンとかなんかとかあるんですかね。いや特にこれじゃないですね。もう日本に帰ってくるのが久しぶりなんで、やはり日本のものですね。もう日本にだこれだけ食べると1個で終わっちゃうんで、もう全部食べたいです。たくさん。まあでも普段ね、やっぱり食べられないものが多いですからね。そうですね。節制生活の中でこのオフシーズン、大体どのぐらいの期間オフは取られますか。僕はもう1ヶ月ぐらいですね。はい。なんで1ヶ月ほとんど自転車は触りません。イベントだけで。はい。そうなんですね。1ヶ月。まあ、この2020年シーズンというのはオリンピックの延期もありましたけれども、世界中のスポーツにも大きな影響があって、原城選手たちはどのようなシーズンでしたでしょうかね、このシーズンは。もう今はもう昔に感じますけども、1月にオーストラリアに行った時に、そのみんなにみんな、まあその頃ちょっと本当になんか出たかなぐらいだったんですよね。はい。でまあ、そのマスクが必要だって言ってドクターに言われて、日本に来る方からマスクを買って日本からオーストラリアに買ってきてもらって、でみんなに配ってたんですよ。で、まあ、お前ら日本人ずっとマスクしてんだろうなんかって言われてたのに、今はもうそれが普通の生活になってますし、ヨーロッパ人なんかマスクなんかしたことなかったんですよね。でもう2月に僕 UAE に行った時に、そこでちょっとレース中に陽性者が出て、ドーピングじゃないですよ、コロナの陽性者、はいはい、同じですかね。コロナの陽性者が出てしまって、それでレース中断になって、うん、ホテル3日間ホテル内から出れなかったんですよね、外にも、うん、でそれでまあ全員テストをして、で陰性で帰国できたんですけど、うん、もうだからそこからですね、本当に世の中自転車が、うん、レースができるのかっていうのがあって、もうそれでもやっぱり自転車続けてたんですけど、やっぱりロックダウンになって3月にやっぱもうできないっていうことで中断っていう形で、まあ、もうチーム自体ももうどうなるかずっと月週1でミーティングしてたんですけど、まあいつになるかな、いつになるかなって言って、多分来月また何かある、来月何かあるって、とうとう4ヶ月ぐらい経ってしまったんですよね。で、まあ、でも毎週毎週僕らはチームの Zoom みたいな、なんていうんですか、インターネット上でみんなで、はい、連絡を取り合いながら、毎週木曜日の朝にはヨガ体操の時間があったり、でそのツールドフランス、まあ、8月からレーススタートするぞっていうのが決まりまして、でチームは本当に全部全員選手のスケジュールも多分本当に1週間ぐらいで全部組み立てて、でレース準備して走ったんですけど、でも始まってからもうみんながもう多分ツールドフランス終わったら、もしかしたらレース全部11月までやんないかもしれないぞっていうのがもうその話ばっかりでしたね。もういつ終わるか分かんない、そうなんだ、ツールドフランス終わればもう終わるんじゃないかとか、世界戦終わったら終わるんじゃないかとか、もうそういうふうに言われてたので、もう僕自身は本当に明けてからレース再開してからもう全力で全レース走ってったっていう感じで、もうそれでももう確か40レースぐらい走ったんで、そうか40いったんですね、はい、たった4ヶ月間で、すごいハードですね。もうみんながみんなキュッともう4ヶ月5ヶ月の間でもうレースをいっぱい走ったんで、それはそれでもうなんか新しいシーズンでこれでもできんじゃないかって思ったあ、まあ、短期間でね、短期間でだらだらやらずに、はい、こんな2月から11月まで走るんだよ、でもうパンっていうできるじゃんっていうのもあったんですけど、まあ、これはこれで楽しいというか新しい経験ができましたね。もう二度とないでしょうけど、あそして今ね、ジロデイタリアの ね、そんなシーズンの中でも荒城選手自身13回目のグランツール完走ということで、ジロデイタリアを完走されました、はいはい、今世界選手権の、ね、画像も映ってますけど、はい、ジロデイタリアね、僕ちょっと驚いたんですけど、もともとブエルタエスパーニャに出るっていう ね、 そうですね、話で、はい、なんかちょっとボケっとしてたらあれ本当にスマホで普通に知ったんですよ、はい、
インミヤさんの、はいね、配信してるんですけど、あれなんか勘違いしてたかなと思ってちょっと、ね、なんか記憶がこう混乱したんですけども、あれ実際どれくらい前に決まったんですか出場は。今じゃあ世界戦の時にの今写真が出てます、ね、今出てますけど、はい、世界戦の3日前とかです。こちらはジローですね、はい、だから1週間、はい、まあ1週間はありましたけど、まあ本当に1週間前ですね。でそれまではじゃあムエルタに出るつもりだった。そのもうちょっと1週間前、世界戦の2週間前になるんですけど、そのイタリアのレースが3レース戦あったんですよね、はい、そのレースでなんかいい、まあ、そのいい走りができ て、ね、はいはい、でそこの監督がジローに行く監督の一人だったので、もう今荒城はジローに連れてった方がいい、まあ、その子だからウェルタができるかどうかっていうのもあったんですよ。あの調子のいい選手からどんどん出した方がいいというワールドツアーのチームの流れで出し惜しみせず、もう今コンディションがいい選手は今使えみたいな。そうですね、じゃあもうウェルタからジローに行ったっていうのはむしろそのチーム内の高い評価の表れだったんですね。そうですね、なるほど、はい、世界選手権でも逃げることができましたし、ね、これすごく写真ですけど、ね、はい、メンバーがね、もうちょっと周りいい選手が揃ってくれたらまた面白かったんですけどね、まあ、そればっかり選べないですかね、はい、そしてジローはビルバオが、ね、そうですね、表彰台争いで結構そのすごいいい雰囲気ですよ ね、これ今チームの、ね、はい、集合写真なんですけど、どのタイミングの写真ですか。あ、さっきのみんな揃ってるですか、はい、あれはもう最終日の、もう最後の最後、帰るみんながイタリア人もいたんで、もうその日にレース練習終わって、レース終わって晩飯食べて、イタリア人はもうその足で家に帰ったんですけど、そのみんなが帰る前に全員で撮りましたね。なるほど、なかなかこの今回の今年のジロデイタリアというのは、あのやはり陽性者が出てしまったらチームごといなくなるチームあるぐらいだったので、はい、バーレンマクラーレンのように8人揃ってフィニッシュしているチームというのは本当に数少なかったんですよ ね、だからこそなんかこう8人揃ったチームの選手の写真が嬉しかったんじゃないかなという表情ですよね。今年のあとジローはどうでした、なんか優勝争い、まあ、ビルバオチームメイトのビルバオも含めて、はい、まあ、最後の最後までね、文字通り優勝争いが最終日までもつれてましたけども、はい、なんかもうずっとピリピリしてるっていうか、集中し続けるのはジローだったんですか。そうですね、だからもう3日に一遍はあの PCR テストをやってたんですよね。3日に1回、ああ そういう緊張感もあったんか。そうです、そうです。いやー、そっか。だから最終週とかはもうビルバオはあの1人部屋にして、だからもしだから誰かがかかると、ね、その帰らなきゃいけない、相部屋のもし人が、ね、かかってしまうと、まあ、ビルバオにもっていう可能性があったん で最終週はビルバオは1人部屋にしたり、あともういつ終わるか分かんないですっていう話だったんです。あ、ジロ自体が、ジロ自体が最終日まで行かない、最終日まで行かないかもしれない、はい、それで、まあ、まあニバリがジャージ取ったら終わるだろうとか、あなるほど、ね、そういうのが働くんじゃない、地元の英雄ですからね。そうです、そうだな。それだったり、あの休息日、あの1周目終わったら終わるんじゃないかとか、まあ、そういうなんで、もう毎日の口癖が、今日もジローが始まりました、今日から新しいジローが始まりましたっていう、すごい精神状態でじゃあ走られたんですね。だからストレスだったんですよ、1個落ちれば、もうもしかしたら次の日、レースがなくて、それで終わってしまうかもしれない、なので、もう1つも順位を落とすな、もうできるだけキープしろっていうので、もう徐々にあのストレスが毎日かかってた感じですね。毎日が全開ですね、もうそれこそ出し惜しみせず、一日ページごと、うん、さらにね、まあ、気温も低くて、はい、寒そうでしたよ、5月じゃないですか。やっぱりそれはさすがに時期がこう大きくずれたというのは影響はありましたよね。ありましたね、もうでもギリギリですね、あれやっぱりイタリアのあのところで北部でやるには10月末が最後のチャンスでしたし、よくあれが想像できたなというふうに思いますね。これがだから遅すぎてもダメだし、だから早い前に持っていくことはもうほぼ不可能だったので、ツールと世界選手権があったので、だからそういう面で本当に全てがギリギリで行われて、で、まあ、僕らも1ステージストライキしたステージもありましたし、寒すぎて、はい、そういうところもなんかいろんなことがあって、あとはもうバスが3日ぐらい壊れたんですよ。そんなことあるんですか。チームバスが壊れた。チームバスが1日目はあのエンジンかかんなくて、
でスタートなくてでゴールしたら来てたんですけど、そしたら次の日に本当に動かなくなっちゃって動かなくて、まあ、調子が悪くなっちゃって、で使えないって言っても3日ぐらいになって、だからホテルで、あのチームがスタートの街にホテルでフィニッシュの街にホテルを取って、でバスの代わりにそこで僕が準備してレースやってたんですよね。で面白いことに、はい、パンターニって知ってます？はい、パンターニ亡くなったホテルたまたま行ったんですよ。もうあの伝説のイタリアの、ねね、まあ、選手で、いまだにこうレース中にパンターニの応援のね、こうカードを持ってるファンがいるぐらい伝説の選手ですけど、はい、あ、そうなんだ、部屋に、たまたま行って監督が笑ってるんですよどうしたって言ったら、お前ここ知ってるか、知らないよって、ここはあの有名なホテルだって言われて、そうだろって、テンションちょっとうれなんかうわーってなりますよね。いや、すごいですよね。嬉しい感じ、いや、どっちも分かんないじゃないですか、なんか嬉しい半分のおーっていうなんかそれ感じるタイプではない、全くないです。なんか部屋番号とかは分かんなくて、分かんないです、ね、でも分かる人は分かるらしいですよ。あのインターネットには載ってないけど、イタリア人は、はい、そう、みんな知ってるんだって言ってましたね。いや、なんかすごい臨場感のある生の話ですね。いろいろあったんですね。まあ、でも本当にそういった今年のもう限られたチャンスの中でのシーズンでね、まあ、しっかりと結果を残して来季も契約を ね、勝ち取って東京五輪もいよいよあるということですからね、はい、まあ、来年はやはり橋本選手にとってなんか一つこう大きなシーズンになるんじゃないですか。したいですね、はい、やはり今年ジロであのいろんな、なんか、なんですかね、いろんなことを経験できたというか、まあ、もちろんあの世界選手権もそうなんですよ。その久しぶりにこうやって世界選手権で逃げまして、で自分が今までやってなかったこと、最近あの前は昔はよく逃げてたんですけど、最近は逃げることが少なくなっていて、でもこれがまた今年たくさんそういう逃げる機会をもらって、で足を披露することができて、で獲得標高 5000m っていう、はい、まあ、オリンピックも獲得標高 5000m 近くですし、はい、世界選手権も 5000m で、ジロも何ステージ獲得標高4000超えたかなって、多分 5、6ステージぐらいは確か 4000m 超えてるんですよ。 そんなにあったんだ、はい、そういう面ではだから今年のジロ出れたっていうのがすごく自分の中では良くて、そのやっぱり200キロのレース走るためには200キロの練習しなきゃいけないじゃないですか、100キロの練習じゃ足りないじゃないですか、はい、だからオリンピックにも含めて、オリンピックも 5000m 獲得標高を登るんだから、まあ、5000m 登るレースを今回今年数多く走れたっていうのは、これはもう自分の中に経験になるんですよね。だその辛さっていうのは、まあ、与野さんの 8000m にはちょっと程遠いですけどベレスティングね、はい、そのジャージですか、ね、じゃこれベレスティングジャージっていう感じで、いやもう全然お23時間23時間あそれはすごいですね。そういう部分でもいい経験ができましたね。まあ、でも今年のそういった経験が来年にじゃあつながるんですね、いろんな意味でね。つながります。やはり最初初めて世界戦で 5000m 走った時はもう今まで経験したことなかったですね、体が、はい、もう本当に使い切ったって感じでしたけど、そんなあの来年にも期待が高まる荒城選手に、はい、視聴者の方からですね質問が届いておりますので、ここで僕らだけで今ね楽しみしちゃってましたからね、見てる皆さんからも質問が来てますので、はい、他のスポーツと比べた自転車の魅力を教えてくださいということなんですが、他のスポーツではないような魅力でした。他のない、そうですね、比べた時に自転車のここが、やはり一番はやっぱりたくさんのいろんな人とできるってことじゃないですか、やっぱり、もう出走人数、まあサーキットであれば本当に1000名以上のライダーで一緒に走ることもできますし、はいはい、であと年齢がやっぱり本当に5歳、自転車乗り立ての子どからもう70代80代の方も一緒にできますし、もちろん僕は仕事でやってる僕もあの俳優でやられてる井野さんも皆さん一緒に、みんなが一緒にできるスポーツってそんなになかなかないじゃないですか。サッカーで100人でやろうって言ったら無理じゃないですか。そうですね。もうボールほとんどボール触れないじゃないですか、ね、触れずに終わりますよね。例えがそう、まあ、例えがちょっとすいません、まあ、そう言われてみてそうですね、確かに、ね、そうですね。そうするとやっぱり自転車は本当にあの年齢がすごい幅広くて、ましてや個人の目標っていうのがいっぱいあると思うんですよ、
ゴールっていう一個じゃなくて、まあ、コーヒーの、コーヒーカフェに行きたいとか100キロ走りたいとか、この坂を頂上まで足つかずに登りたいとか、個々の目標がたくさんできるのが自転車かなと。それを達成して、それが楽しくいって自分で思える達成感をなかなか味わえるスポーツって、自分で設定した目標、スポーツに限らずなんか目標を達成するっていうことがやっぱりできるのは自転車かなというふうに思いますね。はい、ということなんですね。いただいていいですかね。何どっかで使います、使います。今の話ちょっと、はい、ちょっと後でご相談させてください。はい、というご質問のに対しての質問をいただきました。今回はですね、個人化ライドオンラインということなんですけれども、はいはい、荒城選手の伊豆大島に対しての思い、荒城選手と伊豆大島の接点ということを最後にちょっとお話ししていただきたいんですけれども、荒城選手が伊豆大島に行かれたのは2016年のアジア選手権。はい、そうですね。はい、印象いかがですか。そうですね、僕も島育ちなので、だからフェリーで島に行くってことに、まあ、それほど抵抗感はなくて、はい、逆にフェリー乗って、夜乗って朝起きたらついてるっていう、はい、夜フェリーで過ごす時間もすごい好きなんですよね。で、まあ、行ったら行ったら本当に大島のすごいいい人たちがいて、はい、もう歓迎してくれて、もうなんですかね、その、まあ、アジア戦で行った時は、はい、宿の人がもうお刺身出すなって言われてるから美味しいお魚出せないのよって言ってもう残念っても言ってそうですね、生ものがやっぱダメなんですか。そうですね、レース前だからって言って、だからもうそうなんですね、何にもなんかそのごめんね、もうこれしか出せないのっていう、いやこれで十分なんですよ。本当にそうやって皆さんで本当に歓迎してくれて、でコースもやっぱり一周40キロぐらいでしたかね、一周あれを毎日ぐるぐる回ってたんで、あれも平坦があって上りがあって素晴らしい、サイクリングするにはいいところだなって思いますよね。はい、じゃあぜひ今度はね、生もの食べれるときに荒城選手も行きたいですね。ぜひぜひ行きたいですね。はい、さあその荒城選手からですね、この配信ご覧いただいている視聴者の皆さんになんとプレゼントをいただいております。こちらです。あ、はい、荒城幸也選手サイン入りボトルを、抽選で5名の方にプレゼントさせていただきます。詳しい応募方法は画面上の QR コードまたはこちらですね、 URL 記載されています URL または個人化ライドの公式ホームページからアクセスお願いいたします。今画面上のこの QR コードからもね応募できますので、うん、はい、ぜひぜひ今年のね、このバーレーンのデザイン大好きなんですよ。あ、ありがとうございます。今ちょうどねウェアとボトル、これ本物ですよね、荒城。これ今バーレーンのこのチームのロゴ、はい、これも入ってるんですね、ちゃんとね、入ってますね、ちゃんとサインと、はい、これ何個あるんですか。5名の方です。あ、5名、はい、予備2個とかある。あ、ないですけど、なくなったら栗村さんだと思っておきます。はい、気をつけてください。気をつけてください。気をつけてよ。いやいやいや、ちょっとね、欲しいね、欲しいですね。はい、まだまだねお話も尽きないんですけれども、この後は伊豆大島の観光スポットやグルメなど魅力をサイクリスト目線でご紹介する自転車パラダイス伊豆大島徹底ガイドコーナーをお届けしてまいります。さあその前に再び大島から視聴者の皆様へ素敵なおもてなしが届いています。大島にある都立大島海洋国際高校では、大島の伝統芸能である御神火太鼓が部活動になっています。伝統を守る素晴らしい高校生の演舞をご覧ください。郷土芸能部の皆さんによる御神火太鼓の演舞です。どうぞ。
伊豆大島徹底ガイド。さあここからのコーナーは私と一緒に進めていただきます。ゲストをご紹介しましょう。サイクリスト編集部後藤京子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。サイクリスト編集部の後藤と申します。よろしくお願いします。はい、本日はリポーターということで、伊豆大島の魅力を、余すことなく映像を交えてご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、後藤さんよろしくお願いいたします。それではまず最初にですね、伊豆大島への行き方というのをアクセスを教えていただきたいんですけれども、はい、はい、では初めにですね、伊豆大島の行き方について簡単にご説明したいと思います。こちらのフリップをご覧ください。東京から大島へのアクセスは大きく分けて船か飛行機の2つの方法があります。さらに船も大型船と高速船に分けられます。反対の違う、はい、今回はその中でも旅情を楽しめる大型船で大島へ渡りました。で続きまして、船が発着する東京竹芝客船ターミナルへのアクセス方法です。はい、都心部なので鉄道も3線走っているなどアクセスはとても便利です。最寄りはゆりかもめの竹芝駅です。後藤さんどれが好きなんですか。どれが好き。どんな生き方が好き。大型船ですね。大型船だね。そうですね、やっぱり先ほど言いましたように旅情がありますよね。飛行機25分って本当にあっという間ですね。25分の旅情がありますよ。はい、続きまして、乗船予約なんですけれども、記載の通り3パターンがあります。詳しくは東海汽船のホームページまたは個人化ライドの公式旅行代理店小田急トラベルなどの旅行代理店にお問い合わせください。はい、そして続きまして、乗船までの手続きもとっても簡単です。まずは竹芝客船ターミナルの受付窓口で予約番号または前売り乗船券を提示し、乗船券に引き換えてください。次に引き換えた乗船券に必要事項を記入します。これを乗船口のスタッフに提示することで乗船が可能となります。でこちら3に、手荷物預けとありますが、自転車は預けられるのというところが皆さん気になりますよね。それについてはですね、はい、自転車の持ち込みについては大型船と高速船でルールや料金が異なります。はい、詳しくは東海汽船のホームページをご覧ください。今回私は輪行袋に入れて大型船に乗りましたが、船内には自転車をそのまま持ち込んだ方もいらっしゃいました。自転車に乗って乗船し、大島に到着後もすぐライドをスタートできる、この便利さも船で大島に渡る際のポイントですよね。はい、私もですね、実際に行ったことがあるんですけれども、横浜とか熱海からもね、船でアクセスできるんですよね。そうなんですね。なんか本当に行きやすいなと感じました。熱海からなんか、はい、熱海でね、ちょっと一泊して過ごしまう最高でしたね。そうですか。はい、そうなんですよ。はい、さてそれでは、今回後藤さんにですね、取材してきていただきました伊豆大島の魅力をたっぷりとお伝えしていきたいと思います。自転車パラダイス伊豆大島徹底ガイドスタートです。晴れた日にはこんな風に富士山が見えるんですよ。出発の鐘ということで、ちょっと苦戦してますけどね。では早速紹介していきたいと思います。はい、伊豆大島は東京から約120キロ、伊豆半島からは約25キロという位置にあり、面積は約90平方キロメートルで伊豆諸島最大の島と言われています。海底火山が噴火を繰り返してできた島で、現在の大島は海底からそびえる活火山の陸上部分にあたります。そして伊豆大島といえば皆さんご存知の椿の花です。椿油が特産品としても有名ですよね。そして最近といっても30年以上の前の話なんですけども、三原山の噴火で全島避難した様子はニュースでも大きく取り上げられました。この三原山の火口から吹き出す炎のことを島では神の火、御神火と呼んでいるそうです。
島のシンボルである標高758メートルの三原山は山頂のカルデラ内にできた中央火口に位置します。この伊豆大島を舞台に開催する個人化ライドはコースが2種類ありまして、一周道路を中心に回る約47キロのぐるっと一周コース、僕らのトレーニングです。それに加えて三原山山頂口までのヒルクライムを含めた約73キロのチャレンジコースがあります。ヒルクライム行ったんですか？で今回はチャレンジコースを中心に私後藤がライドしながら伊豆大島の魅力を伝えていきたいと思います。で今回は、東京から夜便の大型客船に乗り大島と渡りました。そうなんですよね、夜10時の出発ということもあり、東京湾からはレインボーブリッジへ羽田空港、みなとみらいなどたくさんの夜景を楽しむことができました。で大型客船に6タイプの席がありまして、リクライニングシートの2等椅子、グループで利用な2等和室、2段ベッドの極2等席、グループ利用に最適な個室タイプの1等席、2段ベッドのついた個室特1等席、そしてまるでホテルのような最上級個室特等席があります。レストランでは食事を楽しむことができます。入りたいちょっとすごいな、はい。で、翌朝6時ですね、大島に到着しました。この発着時間は季節によって異なります。はい、はい、今回は1500円を払って自転車を手荷物として預けました。手荷物として預けるとこのようなコンテナに入れて運んでくれます。で今回は輪行袋に収納してますが、手荷物として預ける場合は自転車を輪行せずに持ち込むことができるんですよ。これいいですね。そうなんですよ、乗れるじゃないですか。で伊豆大島は日本ジオパークにも認定されています。ジオっていうのは地球という意味だそうで、地球を体感するライドに期待が膨らみます。いやこれでも朝着いて、やっぱり気になるのは、はい、着替え。あだってやっぱ乗る格好じゃ船にはね、うん、ちょっと乗りたくないじゃないですか、はい、あと荷物、うん、この辺ってどうされたんですか？そうですね、今回はまず着替えについては船内で着替えました、うん、で今回は岡田港っていうところに到着したんですけども、もう一つの港元町港の近くにはこの後紹介する御神家温泉という温泉施設があります、うん、そちらの、温泉は大型船の到着に合わせて営業開始しますので、そこで着替えることも可能です。なるほど、はい、じゃあもう結構スムースに運ぶんですね。そうですね、そうですね、動線がしっかりありますね。なるほど。私すごい荷物多いんですけれどもあまり大島の港の周りってコインロッカーとかは多くないんですよね。そうなんですよね。なので宿泊する宿にお問い合わせいただくことをお勧めします。で日帰りの場合でも荷物を預かってくれる宿もあるそうなの であとはお土産屋さんや元町港近くにある大島観光協会でも手荷物預かりサービスを行っているそうですので、行かれる前にはぜひお問い合わせてみてください。あとですね、僕ちょっと気になるのがやっぱり長時間移動、まあ、いろいろねこう旅の最中に出会いとかあるかもしれませんけど、旅情がね、旅情があるかもしれないんですけど、でもやっぱねこう楽しい一方で体はちょっとこう同じ姿勢のまま移動で固まることが意外と多いんですよ。ずっと座ってるから。そうで僕も移動仕事から多いんですけど、やっぱ結構ね着いた時ってなんかこう曲がったまま固まってる状態。そんなあります？そんなあります？なんかこうやって寝ちゃってたりとかすると、このまま歩き出すみたいな。栗村さん、そんな時にはですね。その時にありますよ。そんな時ある？あるあります、あります。僕はある。その時には簡単にできるストレッチがあるんです。この後皆さんで行っていきたいと思いますが、知りたいな。今回はストレッチサービスを展開しているドクターストレッチさんにご協力いただき、誰でも簡単にできるセルフストレッチの方法を教えていただきます。ドクターストレッチさんはこの個人化ライド第1回大会からご協賛いただいております、それではドクターストレッチから奥沢さん、山倉さんお願いいたします。はい、ドクターストレッチの奥沢です。山倉です、よろしくお願いします。お願いします。では今回は、飛行機や船の中で簡単にできるストレッチっていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、
では、まずですね、手首を曲げていくようなストレッチです。飛行機や船の中ではこうスペースも限られていますので簡単にできるストレッチなんですけれども、矢みたいに、手首を下に向けて伸ばしていくようなストレッチ。この時にしっかり腕がまず伸びてきます。でこれもこの向き、手のひらの向きと反対、手の甲から曲げていくようなストレッチで、やり方、角度を変えることによって前面と、後ろの面と伸びる場所が変わってきますので、しっかりと伸ばすようにしてください。はい、では次に肩周りですね。 肩に手を置いていただき、肘で大きく円を描くようにしていきます。この時しっかり肩を動かすんではなくて、しっかり肩甲骨ですね、後ろの肩甲骨を大きく動かすようにしてください。座って結構猫背気味になったりすると肩甲骨もガチガチに固まってきたりしますので、しっかり胸を開くような感じで大きく動かしていきます。では次のストレッチです。次は首を大きく回していきます。首も結構こう頭を支えてくる筋肉ですので、大きく動かしていきます。ストレッチは基本的にこう大きく反動をつけずにゆっくり動かしていきます。あとは呼吸を止めないようにしてください。呼吸止めちゃうと筋肉もしっかり伸びてこないので、呼吸を繰り返しながらやっていきます。その次に頭の後ろに手を置いていただいて、下を向くような形で伸ばしていきます。この時に背中の上の方から首の上にかけて伸びるような感じを意識してください。はい、では次、下半身ですね。今みたいに伸ばしていきたい方の足を反対の膝の上に乗っけていただいて、そこから背筋をまっすぐしたまま前に倒していきます。これ効くわ。そうすると曲げている方のお尻側、そこの筋肉が伸びてきます。すみません、ごめんなさい、隣の方がお尻を結構座ってるとこの股関節周りだったりとかお尻の筋肉がガチガチに固まってきますので、そこをしっかりじわっと伸ばしていくようにしてください。お尻伸びるんですね。すごい効きますねこれ。でその姿勢のまま次、足首です。足を反対の手で持っていただいて、大きく大きく円を動かしていってください。結構座っているとこう筋肉使わなくなってきますので、足首回していくだけでも足首からふくらはぎにかけての筋肉がしっかり動いていきます。そうすることによってこう血流が滞っているのが動いてきますので、循環が良くなってきたりとか、それで足のむくみとかも解消してこれます。で、あとは足首の動きですね。今みたいにかかとを上げる運動、よく聞くエコノミー症候群っていうのが、結構こう足動かさないんでそこで血流が滞ってしまってますので、これでしっかりとかかとを上げることによってふくらはぎが収縮、縮こまったりとか伸びたりを繰り返していきます。それで血流を押し返すような形で、血流が良くなってきます。ポンプみたいな。そうですね、筋肉のポンプになってきます。はい、以上のような形で簡単にできるストレッチですので、移動中、飛行機だったり船だったりとか、そういうところではしっかりやるようにしてください。はい、以上、ドクターストレッチでした。ドクターストレッチから奥澤さん、山倉さん、ありがとうございました。私たちも座りながら簡単にできましたね。いや見てください、さっき僕曲がってたのにほら。本当だ。でも座りながらできるのはいいですね、これね。そうですね、はい、さっきと違いますもんね、もうね。姿勢が良くなってますね。いやでもね、これはね、本当こういうの知りたかった。はい、今回はですね、なんとこのドクターストレッチさんから首、肩、背中などお悩みの箇所を重点的かつ、はい、全身のケアが受けられる特別割引クーポン1万円分を10名様にツイッターキャンペーンの景品としてご提供いただきました。ぜひぜひご応募ください。1000円じゃなくて1万円分を10名様。相当ほぐれますよ、この人。ぜひぜひ皆さんツイッターからご応募ください。それでは引き続き伊豆大島ライドを楽しんでいきましょう。はい、この日は彩雲といって虹色に輝く不思議な雲が見れました。地元の人曰く見れたらラッキーなんだそうです。
でこちらは先ほど紹介した元町港近くにある早朝から営業している御神館船です。はい、私です。ありがとうございます。はい、でこちら自転車ラックがある温泉なんです。これいいですね。そうなんです。島内にはこのように自転車ラックや工房を貸し出しているところがたくさんありますので、まさに自転車パラダイスといった感じですね。こちらも帰りたい、今時間的にもね。なるほどね。いやいいよこれは。広い。でこちらが朝食の、朝食は朝の6時半から営業しています。もちろんお風呂にも入れます。でこれがトーストセットです。なぜかゆで卵が2つついていたんですよね。これがご当地ルールなのかはちょっと定かではないんですが、ちなみに僕も今ゆで卵1日2個食べてますから。あ、そうなんですね。あ、というところで準備ができたところでいよいよライトスタートです。はい、栗村さん、今ご新カラーの2018の動画流れていますけれども、懐かしいですね。御神火太鼓に送られてなんか盛り上がってますね。海沿いを走る気持ちよさそうですね。はい、私もイベント当時に思いを馳せながら中野原園地をスタートしました。で、左右を確認してですね、スタートです。でこれがコースマップです。ここから第一エイドとなる陶式芝生広場を目指します。序盤の見どころは何といっても地層大雪断面です。三原山が噴火を繰り返し、その火山灰が堆積されてできた地層で、最も古いもので1万5000年前の地層を見ることができます。地層の重なり具合から地元ではバームクーヘンと呼ばれて親しまれているそうです。気持ちよさそうですね。お父さん、すごいとこ走ってますね。そうなんですよ。私も全国各地を走っていますが、こんな景色は見たことがないというほど圧巻でした。伊豆大島の歴史というか、地球の歴史を感じる、まさにジオスポットですね。そうか、地球の歴史だ。はい、先ほどバームクーヘンと紹介しましたが、まさに巨大な補給食を横目に走ってる感じで、これが本当に食べられたらなと思いながら走っていました。地層大雪断面の近くには海水を 100% 使用した伝統海塩、海の塩ですね、が人気の海の生産の工場や、ウミガメの産卵地として有名な黒い砂浜があります。砂の浜と書いて砂の浜と呼びます。そうなんですかね。これがちょっとハワイと似ているかなという、はい、でスタート地点から約15キロほどで第一エイドの陶式芝生広場に到着しました。ここは覚えがあるぞ。はい、その名の通り広大な芝生が広がる場所で、景色が開けたとても気持ちのいいところなんですよ。近くにはキャンプ場もあって、個人的にはそこもおすすめです。ここね、確かコロッケ出ましたよ。出ましたね、出ました。なんかおにぎりもあったんですよね。そうですね、スタート15キロにしてね、ちょっとね、かなりあるあるのね、もう気持ちよすぎてたくさん食べちゃうっていうね、全部走って帰ってくると体重増えてる。そこで気をつけなきゃいけない。本当ですね。ああ、懐かしいな。確かおにぎりは明日はおにぎりでしたよね。そうだ。これも朝食食べなくてもよかったですけど、ここで、ね、そういう方がたくさんいましたね。はい、しっかり補給できたので。はい、まずはですね、スタートから第一エイドまでの様子ご覧いただきましたけれども、うん、栗村さん、皆さん。はい。どうですか、思い返す。いや、なんかいろんな、ね、記憶が蘇ってきましたけど、僕ね、一つ、まあ、こういうことはあんまこういう、ね、公共の場で言うとなんか変なアピールみたいに聞こえると嫌なんですが、はい、僕ね、確かにこの第一エイドでパンクした方いらっしゃったんで、まあ、そっと修理した、なんかそんな記憶が、ね、それだけは言いたかったんですね、今ね、思い出して。ちょっと一応、周りに見えるように修理しましたけどね。ちょっといい人アピールね。好感度爆上がりですね。クリスターが修理してくれたっていうね。今言った段階で全て下がりましたけど。恥ずかしいな、なんか。言わなきゃよかった。ちょっと笑いにしたい。ですねからね。伊野さんは、僕はでもやっぱり、はい、たくさんの人とここで写メ撮ったのを覚えてるので、もう早速もうここで触れ合いの場がもうあるみたいな感じで楽しいですよね。あれ見てるよとか言われるんですね。そうですね、はい、でここから坂すごいからみたいな。確かにこの後から坂が始まりましたね。なるほど、お二
人ともその18点の思い出がね、今頭に蘇っていると、懐かしいですね、はい、思うんですけれども、第一エイドまでの見どころは何といっても地層大切断面でしたよね、あの壮大な地層のバームクーヘンと親しまれているようですけれども、原城選手実際にあの前走られてたんですよね。そうなんですよ、もう今の映像でやっと気づきました思い出しました毎日走ってたのにすごいなって思ってたんですよアジア選手権、2016年のアジア選手権に日本代表として出場された時に、はい、毎日あの前をでもあれ、はい、宿から出てすぐだったんで寒かったんで、もうすぐもう漕がないといけなかったんで、あーなんかあるって言ってもうすぐ待ってたんですよもう止まってるところじゃなかった。でもあれ見てたら本当にちゃんと見て止まるべきでしたね合宿中だったんですね。そうです、あのレース前のやっぱり、ね、調整とかだったんで、もう出て冷えてるじゃないですか、だからもうすぐ走っちゃったんですよ、ね、いやまあしょうがないですよ、それは温まりたいですもんねメダル取らなきゃいけないですから、そうですそうですよね、なんかこうバームクーヘンっていうとライドにはね地元のグルメも欠かせないところだと思いますけれども、はい、この後の映像では大島で人気のグルメスポットをお伝えしてまいります。はい、次は東式芝生広場から人気の観光スポット筆島まで4キロほどの道のりを紹介します。ここ羽生港は高台から港の景色を眺められる絶景スポットです。港周辺には名作伊豆の踊り子に関連した資料館など歴史を感じる街並みが広がっています。ここで少しコースから外れまして、羽生港周辺のグルメスポット2カ所をご紹介したいと思います。1つ目は鵜飼商店さんです。人気は揚げたてサクサクのコロッケ、過去の御神家ライドでは第一エイドのエイド食として振る舞っていただきました。このコロッケが1枚なんと65円という、ね、嬉しい御神家価格なんですよ。10個買っても650円10個食べてお財布に優しい。お待ちしていますとのことですね。はい、で2つ目のお店は、島京と書いて東京本店さんです。名物の足束たい焼きは過去の大会の前行野菜で人気があった一品です。ちょっとね店長さんがあの個性的な方で、そうなんです、あの本店の店長さんが着ているサイクルジャージは大島自転車協会の協会ジャージなんです。まあ人気はね粒あんですけど、自信を普段も着てらっしゃるんですか今回アピールのために、まあ、普段も着ていると思います、ようこそ大島へ、こちら東京本店でございまして、私はですね、たい焼きカフェと、古民家のゲストハウスを営んでおります。毎度ね、ご人家ライドではあの足束たい焼き、うちの名物足束たい焼きを販売させてもらってます。で来年はねぜひ、実際に皆さんに、足束たい焼き食べてもらいたいなと思ってます。でなおですね、今回このオンライン、大会ではですね、なんとうちの古民家の宿泊券ペアチケットをですねプレゼントします、詳しくはあのホームページをご覧ください。はい、ありがとう。じゃあいい旅を。はい、行ってらっしゃい。店長テレビ慣れしてますね、はい、コースに戻って筆島を目指します。はい、これが筆島です。筆島はもともと陸続きの火山だったそうですが、はい、その火山が長い年月をかけて波に浸食され、その噴火口で冷えた溶岩だけが残り、海から突き出た筆のような形になったそうです。はい、グルメスポットと筆島に至るまでの道のりご覧いただきました。あれ、はい、どうしたんですか、クリモさん。瞑想してませんでしたか。あ、これね。瞑想してる。ヨガ、なんか。ヨガ、ヨガ。これね、違うんで、もうこの年ね、大流行。もうここで参加者中 80% はもう皆さんこのポーズしてましたから。筆のポーズです。ちょうどほら、後ろにある筆と形が似てるんですけど、はい、僕はだけはあれ、一応こう空からエネルギーをこう今受け取ってる。まあそれは嘘ですけどね。そうなんです。ただね、この年流行ったんですけど、次の年誰もやってなかった。いや見なかったですもん、だって一人も。流行りってね、そんなもん。そんな、やっぱそうなんですね。来年はもう一回ね、リバイバル。リバイバル。嵐の選手もぜひ。
一緒にやりましょう。一緒にお願いします。アクションステージやってくれたらもう定着しますよ。あのこの筆島の見晴らし台の先からがいよいよ第2エイドまで最初の激坂が始まるということなんですが、一番楽しいところでした。はい、皆さんが一番最高でしたね。まあ、みんなで上がっていってどんどんこう少なくなっていくんですよね。あ、なるほど。サバイバルで、はい、ちょっと悪いかもしれませんどんどんペース上げていく感じ、このどん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 あのペーサーの方がいらっしゃったり、はい、集団のね、そのペーサーをポタイラポタイラ、坂間がだもん後ろからプレッシャーをかけて、坂を楽に走るコツというのをぜひ皆さんに教えていただきたいんですが、お二人の前で私がね答えるのも、うん、なんか最近入るの前座りとかなんですか、坂って前乗りね、前乗りどうなんですけど、プロ選手って結構フォームがポジションが変わってきてるイメージありますけど、実際プロとんで走ってて感じますか。あ、ポジションはでもまあその流行りもありますけど、やはり自分に合った形を見つけるのがやっぱりプロ選手じゃないですかね。これっていうのはなくて、もちろん後ろ乗りでクライマーもいますし、前乗りも選手もいるし、ブラケットがどっか向いてる人もいるしなるほど、そんな個性的な人もいるんで。あとどうですか、ペース配分って結構ほら長い登りは最初無理せずに、あの後半上げていくみたいな言い方もありますけど、はい、で僕ね個人的にはなんかこう入りの時のペースがなんか後半にも全部つながっちゃうパターンもあるかなっていうのはあるんですよ。だから結構入りが一番いいペースでポンと入ると一番苦しい状態をなんかキープしながら頂上行ける時もあるし、ゆっくり入りすぎるとなんかもうずっとゆっくりです。そんなことないですか、坂バカさん。坂バカはあの急にやっぱ上げすぎて垂れるっていうのは坂バカは黄金の垂れてる坂バカ的にはそうです。アラジオ選手どうですか、ペース入るの。皆さん聞いてるとアスリートですね、考えが。そりゃそうですコツですから、コツ。坂を登るコツですから。コツか。頑張んないことです。頑張っ、あ、そうなんですね。そうなんだ。いかにどう速く走ろうかっていう話を今してましたからね。そうですね。そっかそっか。はい、質問ファンライブですからね。そうそうそう。なるほど。危ない危ない。危ないさあということでですね、難所の筆島の坂を越えましたが、まだまだコースは続いていきます。はい、次は筆島から一気に第2第3エイドを通過し、第4エイドの三原山山頂駐車場へと向かいます。大島公園ではいろんな種類の椿が見られるんですよね。こんなに種類があるんですね。そうなんです。で今回は第2エイドとなるその大島公園で特別にミス大島の白井さんが迎えてくれました。白井さんだ。白井さん、ご存知。ここね、ここ、あそこ、あれですよね、あのサバの、そうそうそう、サバカツバーガーですね。サバカツバーガー、うまいんですよこれ。なんか山越えた後だから、そういうふうにテンション上がっちゃってるんだよね。白井さん、白井さん自ら、これ白井さんか、これちょっと白井さんじゃないじゃないよ。そうそうそう、スイーツしてましたよね。おいしいおいしいって皆さん言ってくれます。ちょうど下ってきた途中ぐらいでしょ。そうですね、表情してますね。いいわ、いい食べっぷりですね。食べちゃう食べちゃう。もう大島には約300万本の椿が自生しており、ヤブツバキやサザンカなど道脇に見ることができます。2021年は1月31日から椿祭りが開催されます。ぜひ大島へお越しください。はい、ここは大島の北部に位置するエリア、近くには養護市岬展望台という本土を望む絶景スポットがあります。そしてここは大島の名産、大島牛乳の工場に併設された牧草地です。この牧草地の前にあるブラッドハウスが第3エイドとなります。でここブラッドハウス、自転車工具の貸し出しやチューブの販売も行っています。もちろんバイクラックも完備しています。でブラッドハウスの実態はですね、地元野菜などを取り扱う直売所で、大島名産の足束や大島牛乳を使用したソフトクリームなどを堪能することができます。ソフトね、いや、これ絶対美味しいやつですね。食
食べましたよ。食べました。美味しかったですよね。さっぱりした甘さが特徴なんですよね。これが下場。そうです。これは下場です。でやっぱり欠かさずソフトクリームをいただきます。あれ真剣に味わいすぎて表情が申し訳ありません。表情でね、物語ってますね、美味しさを。で過去のイベントでは、助食として大島牛乳のカップアイスやパッションフルーツが振る舞われました。ここでカップアイス食べました。これが明日場そばなんですか。これね、婦人会の皆さんがね、また手作りなんで、なんか婦人会の皆さん作ると美味しさが7割ぐらい増しますよね。なんですか、この味って。7割ですね、あったかさがなんか伝わる。そうそう、そこのアイスね。皆さんもパッションフルーツの、ね、牛乳など召し上がったようですが、この間一番好きでしたね。本当にこの明日場さんめちゃくちゃうまいんですよ。ネギ入れ放題で入れちゃう、入れちゃうんですよね。ほとんどネギみたいな、ね、はい、ここでまたちょっとコースをそれまして、パワースポットを一つご紹介したいと思います。その名も夫婦椿と言います。椿の木の根っこが手を取り合っているに見えることからそう呼ばれているそうです。ここ知らないな。はい、恋愛運や結婚運が上がるかもと言われているパワースポットで密かに人気の場所だそうです。ただこの夫婦椿があるのは私有地のため、訪れる際は住民の方への配慮をお願いいたします。はい、そしていよいよクライマックス、五人化スカイラインです。元町地港周辺から一気に三原山山頂口まで登ります。現在は登ったの、これ登りましたよ。登りました、すごい。坂の映像ください。坂場坂場がいいです。ただ距離は6キロと短めなんですけども、平均斜度は 9%、 14% から 15% の坂も割と頻繁に顔を出してくる容赦のない激坂コースです。いいダンシング。今は工事中で通行止めとなっているんですけども、この日は特別に許可を得て登らせていただきました。ちなみに地元の方はこれは30分で登るらしいです。はい、かなりきつかったんですけども、登り終えたところで見る三原山の絶景が最高でした。最後の映像でも映っていましたけれども、三原山はやはり大島のシンボル的な存在ですよね。そうですね、この頂上からの景色は思わず見とれてしまいますね。さてここではですね、三原山のサイクリング以外の楽しみ方をご提案したいと思います。はい、三原山は河口周辺を歩いて回れるんですね。いわゆるお鉢巡りが、はい、できるんですよ。こんなに河口まで近づけるのもお鉢巡りの魅力ですよね。はい、また三原山からは日本唯一の砂漠、裏砂漠にも歩いて行けるんです。唯一の砂漠、そうね、広大な砂漠にこうゴロンと寝転がるの気持ちよさそうですよね。クリムラさん、あ、クリムラさんですから寝てるの。僕はまだね、まだね、倒れたことはい、すごい。さあここまで観光スポットやグルメスポットなど大島の魅力的な案内をしてまいりましたけれども、最近ね、自転車で旅をする自転車旅の方大変増えていますよね。クリムラさんも、はい、井野さんも自転車を利用しての旅についてどうお考えですか。まあ、僕はまずね、競技出身なので、はい、どちらかというとこの自転車で旅っていう感覚は若い時はあまりなかったんですけど、やっぱりね、年取ってくるとなんか自転車で旅したくなる欲求がね、どんどん増してるんですね。あと、ね、結構歴史とかに興味が出てきたりとか、はい、だからなんか今の見てるだけでも3泊4日ぐらいで行きたいなって感じですね。なんか走り抜けるんじゃなくて、はい、じっくりと。あ、なるほど。で砂漠でね、はい、仰向けにしたやつ、はい、あれはね、4時間ぐらい寝ないし、だいぶ立てますね。寝ちゃうじゃないですか。パワーがほら、パワーが、うん、ね、どうですか。いや、そうですね、砂漠もいいし、でやっぱ旅はやっぱ初めて、自転車だとやっぱ初めて走れる道がたくさんあるじゃないですか。うん、僕もチャリダーという番組で全国旅させてもらってますけど、僕の場合は初めて登る坂がやっぱり、そっか、もう喜びですよね。あそこ合わせっていうか、あ、まあ、恋みたいな感じで、あそこみたいな感じですよね。さっき坂に恋してるんですね。坂見せて、坂見せて。欲しかったですね。欲しがってました。あそこ登ってないんですよ、僕。行かなきゃ。いや、そうなんですよ。嵐野
田選手はやはり先ほどクリムラさんがおっしゃいましたが、やはり競技者としての自転車なので、はい、旅というのはあまり、いやもうこの生活が旅ですからね。レースでもう自分で自転車は輪行しないですけど、そのまあいろんな国回れるんで、はい、まあ、それはもう競技やってる自転車選手の特権かなと。なかなか見れないところ。旅して、はい、自転車を通してということですもんね。はい、はい、そうですね。はい、後藤さん、女性もすごく自転車旅の方増えましたよね。そうですね、はい、私の周りにもすごく女性で輪行旅をする人が増えているんですよね。やっぱりその車よりゆっくり回れて、はい、で徒歩より広く動けるっていうので、旅がより豊かになるようですね。輪行をね手伝ってもらえるとすっごくポイント高いですよね。ああそうですね、一緒の男性にね、はい、男性がかっこよくこうさりげなく輪行を手伝っていただけると手真っ黒にしながらねポイントです、ポイント高いです、はい、輪行あんまり見かけたことないですけど女性が僕分かりました、ま、皆さん、はい、駅で貼りましょう。駅で貼ってなきゃダメですよ、やっぱりね。貼っちゃダメです。それではいよいよ最後の映像ゴールまでご覧ください。はい、最後は第4エイドの三原山山頂駐車場から降りまして、ゴールの中野原園地まで向かいます。今これ私が走っているのは三原山登山道路です。この時期は園地のススキがとっても綺麗でした。ちょっと東京のススキとはスケールが違ってですね、野生味あふれる、ちょっと生えすぎじゃないかっていうぐらいのススキの量でした。でこちら側はスカイラインとは違って斜度もカーブも緩やかなので、気持ちの良いダウンヒルを楽しむことができます。ワインディングっていうね。そうなんですよ、ダウンヒルが立ってみます。でサンセットパームラインを抜けて中野原園地にゴールです。イベント大会ではね、こうやって皆さんのさ、まあ、シーンでしたね。この時虹が出たんですよね。そうだ、ね、晴れが。そもそも。うわいいですね、ボールも。コースを振り返っていただきましたけれども、改めまして井野さん、栗村さん、いかがですか。いやー、浸ってますね、だいぶ。そう、なんか記憶がねすごく蘇ってくるのと、あとまだ知らないところもね、たくさんあったなというところで、ちょっとね蕎麦食べたくなりましたね。なんかもう今すぐ行きたくなりますね。行きたくなりますね、やっぱり夜食の時間じゃないですか今。いやちょうどいいっすね。映像ずるいな、映像。いやお腹空いてきちゃった。ねえ、荒城選手も2016年のアジア選手権で練習で走ってたところがたくさん出てきましたけれども。そうなんですよ、だから僕ら一度走った道はね大体覚えてるんで、はい、もうあれ見たら大体どこかなって分かるんですけど、いやもうどこも止まってないですね僕。あの椿園に行きたいです、あれ。あ椿やっぱ見たら綺麗でしたね。レースで行くとね、観光はお預けになってしまうので。そうですね、グルメもね、美味しいものも別光寿司とかね。ああ、ありましたね。ありますからね。そうだ、別光寿司だ。本当に宿のおばさんがもうずっと最後まで行ってました。あ、マンタたち何しに来たのって。走りに来ました。はい、ということで、荒城選手も本当にもう行きたくなったんじゃないですか。いやもうとっても行きたくなりました。そうですね、はい、全部回りたいですね、もう一度。はい、もちろん自転車持ってるんですよ。なるほどね。自転車で回りたいですね。はい、
さあもうね本当にこのコースを見ながらそしてねグルメスポットのお話など尽きないんですけれども、最後にですねここで、今回皆さんからメッセージなどたくさんいただいて嬉しかったですよね、うん、もう皆さんの最後のメッセージ刺さりましたね。刺さりました、うんね、やはり、まあ、あの地元のね皆さんのこうなんか我々を歓迎して、うんくれてるっていうね、そういう気持ちがなんか伝わってきますからね、はい、大事ですよ、ね、海洋国際高校の皆さんとかねあのフラダンスの映像も送っていただきました、はい、フラカモアの大島 with ケイキの皆さんのねメッセージも嬉しかったですね。嬉しいですね。はい、後藤さん最後に何かお知らせありますか。はい、そうですね、今ご覧いただきましたように伊豆大島はサイクリングに最適な自転車パラダイスですので、まあ、あの個人化ライドだけでなく年間を通して多くのサイクリストの方々に訪れていただければと思います。そして最後にですね先ほどフラダンスのチームのメッセージにもありました伊豆大島の一大イベント椿祭りについてご案内させていただきたいと思います。椿祭りは来年1月31日日曜日から3月28日の日曜日まで開催されます。メイン会場の大島公園だけでなく伊豆大島全域での椿は咲いています。ぜひ椿祭りの時期にも大島へ走りに来てくださいということです。はい、楽しみ、ね、ありがとうございました。ここまでご案内いただきましたサイクリスト編集部の後藤京子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスライド。あ、伸びてます。すごい、一旦気持ちいいぐらいのレベルだったのですごい受けてよかったです。結構気持ちいい。週3回ぐらいは本当は行きたいところですね。すごい軽くなった感じがします。気持ちよかったです。伸ばすだけでこんな数センチも変わるんだなんてなんかすごい驚きました。これ通い続けたら絶対体がガチガチの人も伸びるんで通うべきです。ランチにスープを添えているあなた余裕があるのかなと安心しています。とっておきのパン入れておいたからうん、とことん楽しんで。美味しい。じっくりことことこんがりパン。土地とクラフト香りが命の防法寺茶。その決め手は金沢伝統の焙煎にありました。加賀防法寺茶ポッカ札幌から。伊豆大島個人化ライド2020オンラインイベント個人化ライドオンライン、終わりの時間が迫ってまいりました。最後にですねお三方から、はい、この今までたっぷりと見ていただきました、個人化ライドを含む伊豆大島の魅力をフリップに書いていただきましたので発表していただきましょう。まずは井野さんからお願いします。はい、スタートです。自然の息吹、坂の息吹を感じる絶景激坂天国。うわ、うまい。これはもう、美味しくです。まとめてきましたね。いやもうさっきの砂漠の写真もそうですけど、はい、なんか土地からなんか下から湧いてくるようなパワーもらえるんですよね。なんか走っててもなんかいつもより踏める感じがするという。なるほど。調子上がるんですよね。だからここでだからヒルクライムやってきたら僕やってくれたら僕優勝しちゃうかもしれない。あれぜひぜひぜひやってほしいですね。はい、ヒルクライムです。急に最後で行きましたね。強気な感じが。絶景激坂天国。天国ですよこれ。すごいすごいキャッチフレーズができましたね。はい。はい、それでは続いて栗村さん、はい、お願いします。はい。僕はですねやっぱり。先ほどのね、皆さんからのコメントも含めてこちらです。大島は人が魅力。はい、やっぱりね、こう旅をしていてまたあの滞在してねいるときにこう、まあ、大会中もそうですけども、はい、やっぱり地元の人たちのこう温かさ、これに触れた瞬間っていうのがね、やっぱりなんかこう喜びが2倍3倍になってきますので、まあ、大島は本当にこう自然だけではなくて人に魅力があるということを皆さんにお伝えしたいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてでは最後に荒城選手からお願いします。はい、僕はですね、まあ、景色が最高ということで。景色が最高、もう、ね、一言ですいませんね。これねシンプルだけど最後本当なんか
これこそ見てって感じですね。でもその魅力たっぷりは皆さんに景色見ていただきましたからね。そうですね、僕自身も本当にいろんなところ行ってきましたけど、はい、やっぱり島では島ならではのすごい良さがあって、うーん、まあ、バームクーヘンで、ね、一緒に愛車と一緒に自転車も撮ってもいいですし、はい、あの黒い砂浜で一緒に自転車撮ってもいいですし、なかなかああいうなんか自転車と一緒に撮れる場所っていうのはたくさんあるなと。そう、もう椿と一緒に撮ってもいいし、うん、という部分ではもう島の全体が多分もうなんですかね、インスタ映えするような映える、映えるスポットですね、はい、スポットが多いかなと思いまして、はい、今見てる中なんで、ね、また行って愛車と一緒に自転車撮りたいですね。あで、あ、そう、写真も撮りたいですね。なんかもう荒城選手からちょっと行きたいオーラが、ね、行きたいオーラが来てますけど、ねえ、もう景色が、ね、確定、何の確定、何が確定、激坂、人、景色、はい、あとはじゃあ、飯宮さん食かな。そうですね、私はフィリップなんですが、もう実際に現地でこの伊豆大島のグルメを食べたいと出したいですね。もうなんかグーグーになっちゃってます、ね、最高、はい、それでは皆さんお時間も迫ってまいりました、はい、一言ずつ皆さんに何かお伝えしたいことございますか。そうですね、やっぱ、はい、まあ、今年はまあこういう感じで、まあ、行けなかったですけど、去年もやっぱ台風でね、やっぱここ最近自然が厳しくて行けてないですけれども、まあ、でも自然が厳しいけどやっぱ自然が美しいじゃないですか、はい、だからなんかもう共存していかなきゃいけないし、うん、来年こそやっぱり行けて、でまたこれを乗り越えて会えたら絶対また楽しいじゃないですか。そうです ね、なんかやっと来れたっていう喜びが来年あることを期待したいですね。はい、はい、まあ、ちょっと井野さんと内容も近いんですけど、やはり今年1年というのは今まで我々の身近にあったね、まあ、自然の美しさとか美味しいものを食べたりとか、まあ、いろんな当たり前のことが当たり前じゃなくなってしまったね、まあ、そんなことを感じた1年でしたので、あ、改めて今年その伊豆大島にこうリアルで行けないって分かった時に、あー行きたいって思ったんですよ。あ、なるほど。そうだから行けなくなったことで価値を再認識した、うん、そんな1年だったので、はい、来年の11月は絶対に行きます、丸行きましょう、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 行きましょう。はい、では最後に荒城選手から皆さんに一言お願いいたします。そうですね、もうこうやってオンラインイベントですけど、はい、大島の皆さんがこんなに元気にもうパワフルにもう今日も大島からいらして、寺本さんにいらしていただき、はい、一周ライドした後に、はい、なおかつ来て一緒にやってくれるっていうのは本当にパワーある人たちがまだ大島にたくさんいて、はい、皆さんが頑張ってるなっていう思いがこの映像からもひしひしと伝わってきて、僕はもうずっと応援してもらってるんですけども、逆に今度は僕から皆さんに、大島の皆さんに頑張れってエールを送りたいですね。ありがとうございます。もしねタイミングが合えば、はい、11月また大島に行きたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。楽しみ、来年も確定確定という声が飛んでいますが、はい、来年の五人化ライド2021は11月の開催を目標として目指しています。そしてですね、今回のこのイベントに際しまして、たくさんの伊豆大島の関係者の皆様方にご協力いただきました。誠にありがとうございました。それでは皆さん、ご参加ご視聴ありがとうございました。来年伊豆大島でお会いしましょう。待ってます。